トガサワラは、マツカトガサワラ属の常緑樹である。津賀に似た、新葉樹で、南日本の一部の海に分布する、日本固有種である。山林に生える樹木で、高さ30メートルもの大木になることもある。もみ、津賀に似ており、混成することもある。それぞれ特徴は、はっきりしているが、枝葉だけで見分けるのには、コツがいる。日本固有種で、本州、 四国の南部のごく一部にのみ知られる。トガサワラ族は、原生で四種があるが、過去にはもっと繁栄していたと考えられ、生きている化石にあたるとも考えられる。名前の由来はトガに似るが、ザイがサワラに、やや似るためこの名がついたとの説もあるが、はっきりしない。なお、地方名としてはこの他に乾きトガなどとも呼ばれた。これは乾燥したところに生える、津賀の意と見られる。 常緑性の高木。大木になり、樹高は30メートル、強硬直径は1メートルに達する。樹皮は、肺褐色で、縦に、やや細長い輪片状に剥がれやすい。若枝は、高褐色で無毛。葉は、螺旋状につくが、両側に開いて2列になったようになる。新芽は、褐色の輪片に包まれて、楕円形。葉は、線形で、長さ15から27ミリメートル。 先端に向かって枝先方向にやや曲がることが多い。先端中央はくぼんでいて先が小さく二つに分かれたように見える。その二つの突出粒は丸く尖っていないのがもみなどとは異なり、ガなどに似ている。表面は緑色で艶があり、中六に沿ってくぼむ。裏面は中六の両側が粉白色の帯になっているが、これは気候体である。 死ゆ同種で、花は4月につく。尾花は楕円形で、長さ7から9ミリメートル、前年枝の先端に集まる。芽花も前年枝の先について、はじめ状を向くが次第に下に向き、成熟時には斜めにつく。笠川秋に熟し、卵形で、長さ3.5から6センチメートル。菅のそれより倍くらい大きい。輪ペは、先端がマリーが、その内側から、 方輪辺が伸び、種子輪辺の円から顔を出し、そこで散列して尖るので、まるで輪辺の円に飾りがあるように見える。この輪辺が顔を出すのは、この属の特徴だが、尖笠原ではその先端が反り返って、上を向く。輪辺は開いて、種子を放出する。種子には翼がある。山間部の森林に生育する。団体域から温帯域の下部にわたる範囲で知られる。 この部分では、商用樹林、あるいは落葉樹林にもみ、菅などの新葉樹を交えることが多く、それに混じって生育する。特に乾燥気味の痩せ尾根に生育することが多い。和歌山県では低いところで、標高300メートルほどの生育地も知られる。日本固有種。本州では、紀伊半島の南部、四国では、高知県東部から知られている。最も多いのは、 大台ヶ原中腹と言われる。いずれも内陸の山間部のごく限られた地域からしか見つかっていない。ただしそれらの地域ではそれほど珍しい存在ではなく、場所によっては森林の構成種として多い方であることもある。地元では古くから知られた木ではあったが、学問上の発見は1893年のことである。当時、東京の岡大学の大学院生であった、 白沢康美が奈良県吉野地方に向かった際に地元でこの名で呼ばれていた新葉樹の標本を持ち帰ったのが初めで翌年には旧家や財の標本も手に入れた上で研究を行った結果28年にこれを津賀族の新種として発表したのであるその翌年には現在の族に移されている財が菅より柔らかくて加工しやすいお家などに用いられた なお、現在の生育地が少ないのには、伐採による減少も影響が大きいとされる。トガサワラ族は、原生種は北アメリカと東アジアの4種だけが知られており、日本では本種の実が分布する。なお、この族の化石はヨーロッパからも発見されている。また、日本では、 本種の化石が近畿と四国から同族の複数種と共に発見されており、世界レベルでも日本国内でもこの類がかつては現在よりはるかに豊富であったことがわかる。そのため、この種は生きた化石と言われることがある。同所的に出現するものでよく似たものに、津がともみがある。本種は分布が限定されるが、その生育地にはこの2種が一緒に生育していることが多く、 この三種の見分け方は、自然観察会などにおいてよく取り上げられる素材である。休花があれば、区別は簡単で、もみは、ずっと大きくて、枝の上に乗って立ち、種子とともに林辺を脱落させる。がのそれは、形は似ているがもっと小さくて枝先からぶら下がる。トガサーラの場合、がに似ているが一回り、大きく、また、林辺の円に、種子林辺が顔を出す。 葉の形では、もみのそれは長くて先端が二つに割れて尖るのに、対して、ツガのそれは短くて先端は二つに割れるが丸いトガサーラの葉はツガに似て、より細長い。またツガとトガサーラの葉は枝に、螺旋状につくが、もみは両側に出る傾向が強い。ただし、もみの葉は若い枝では、先端が鋭く尖るが、大木の枝先では、葉先が丸くなる傾向があり。 また枝につく葉の列もはっきりしなくなるので、不慣れなものを悩ませる場合がある。葉の基部を見る特別がはっきりしている。もみの場合、葉の基部が丸く広がって、茎についている。津賀では茎には、葉のつく部分の下側に、縦長の隆起があり、傭兵は、その延長のように茎に沿って伸び、すぐ大きく曲がって、葉となる。戸賀笠原は、細い傭兵がすぐに茎につく。 樹形や枝ぶりでは、戸がさわは、他の2種に比べて、横向きの枝がよく伸びて、柔らかな感じの樹形になる。北米原産で健在に多用される米松は、アメ、エンデンジャード絶滅危惧種類、国際自然保護連合のレッドリストでは2013年版で、気球から、絶滅危惧に再評価された。日本の環境省のレッドリストでは1997年版から、 絶滅危惧通類に評価されている。奈良県吉野群河上村に所在する3の大焼川戸ヶ沢原原子林は国の天然記念物に指定されている。その他保護林といった形で保護されている地域もある。国有林におけるいわゆる拡大増林の結果、生育地は大きく減少したが、21世紀初頭においてこの方向はほぼ終了しているため、 これによる現象は今後は少ないとの声もあるが、他方で繁殖力の低さから今後の生育地の維持を懸念する声もある。ありがとうございます。